はい、というわけで、プレイステーションポータブル用の、ロックマンロックマン、こちら2対1をそこでやっていきたいと思います。 2000X 年、科学の進歩によって人々は工業用の人型ロボットを生み出した。家庭用のお手伝いロボットロックも、ロボット工学第一人者であるライト博士の研究所で平和に暮らしていた。ところがある日、探したわ、ロック。大変なの。ごきげんよう諸君、わしの名はワイニー、天才科学者ワイニー博士だ。突然だが諸君、わしは世界を征服することにした。そこでだ、まず手始めに、ライト、貴様のロボットたちをいただく。というわけでおとなしく。なんだ、貴様か。お手伝いロボット、何の能力も持たん、ただのポンコツではないか。博士たちが狙われているわ。ロック、研究所へ急ぎましょう。はい、ということでここからですね、ロックマンではなく、まだロックの状態ですね。ロックバスターも何も言ってません。結構倒せない敵なので、避けてきたんですね。はい、避けたんですね。で、まあこれはですね、ファミコン用ソフトの初代ロックマンかな、こちらのリメイク版となっているんですけども。ライト、約束通りこいつらはもらっていくぞ。よし、ワイニー、やめるんじゃ。さらばだ。待って、待つんじゃワイニー。なんということじゃ、わしのロボットたちを使って世界征服などと。博士、僕を戦闘用に改造してください。ロック、何を言い出すんじゃ。お願いします、みんなを助けたいんです。けど今のままじゃ。ロック、わかった、いいじゃろう。こんなこともあろうかと用意はしてあるのじゃ。ロールや、手伝っておくれ。ロックバスターと、相手の能力を奪って使うことができるのがお前の能力じゃ。では博士、行ってきます。ロック、いや、ロックマン、お前は今この時よりロックマンじゃ。行くぞ。はい、というわけでね、初代ロックマンのリメイクなんですけど、結構こう悲しいロックマンが、ロックがロックマンになった経緯とか、なんかこうフルボイスで入ってるのが嬉しいですね。ゼラブが出てる。で、一応ニュースタイルなので、ステージとかもリメイクかな。僕もこのチュートリアルみたいなステージもファミコン版ではないです。でこう喋りながらさらっとやってますけど、あのちょっとだけロケハンしてます。あまりにもちょっと最初撮った時にグダグダすぎたんで、一回ロケハンして、最初からやり直してる。これですね、チェックポイント。死んでもこっからスタートできるという。
ですね。アイク、うん、追いかけてきただと。えい、貴様と遊んでる暇はない。貴様は、あ、飛ばしちゃった。ちなみにこう初代ロックマンのリメイクなので、スライディングとかチャージショットとかそういうのがもうない。本当に弾打つしか能力がないです。ロックマンジャンプの手で打つときはやっぱダメです。反応効果ですね。さらっと倒せました。はい、見て、みんなが暴れ出しちゃったの。頼む、わしのロボットたちを、お前の仲間たちを止めてやってくれ。世界の、人類の平和のためじゃ。頼んだぞ。でですね、チュートリアル、このブロトアイかなをクリアした話になって、ここからこう普段のロックマンというかステージセレクトが入ってっていう形でスタートします。はい、でですね、各ボスなんですけれども、こちらロックバスターのみでボスを倒すと、なんかプレイアブルキャラクターなんか使ってこうステージ挑戦とかできるみたいなので、ボスは一応ロックバスターで倒していこうかなと思っております。はい、